志した時なのか、初めて発表した時なのか、社会的に作家として認知された時なのかで難しいなと思うんですけど、まあ僕個人的にはまあいわゆるコマーシャルギャラリーって言われてる、こう作家を取り扱ってリプレゼントしていくようなギャラリーと仕事をし始めた時かなっていう気はするんで、十何年だろう、15、6年前ですかね、うん、気分もあるし、意外とね色の組み合わせ方って季節にもよるんですよ。で振り返ってみると、あ、この絵描いたの夏だったなとかっていうのが、その絵の色を見て思い出すことがあったりして、でも色数が減ってきたっていうのは、要は細かい柄で色がたくさんあれば、なんかある意味ごちゃっとしてごまかせる部分があっただろうと思うんですけど、それをしなくても絵になるっていうのがやっと自分でつかめてきたからかなって気がします、うん、5時で仕事はやめるですかね。なんか一晩中絵を描くとかそういうイメージあると思うんですよ、アーティストって。でもそういう時期もあったんですけど、明日やれることは明日でいいって思えるようになったっていうか、焦んなくても自分のペースがつかめるようになったのは、やっぱり5時には帰るぞっていうルールを作ってからですかね。だからそれってある意味絵描くことが仕事だって割り切れたのかもしれないし、普通の勤め人みたいに朝スタジオ行って夕方帰るという、やっぱり一日が長くなるんですよね。それでだいぶもう生活もなんか見えてくるものも変わった気がします。やっぱりゴールを自分で設定できないっていうのがすごい大きい差だなと思いますよね。やっぱり絵を描くっていう普段の仕事だと、やっぱ自分のルールで自分が納得できるクオリティのものができてやっと作品になるけど、クライアントワークってやっぱりそもそもこういうものがっていうお題があったりするじゃないですか。そういうのあると、自分だとこういうゴールは絶対設定しないよなっていうところをゴールにされたりする、それはやっぱり面白いですよね。一番の感想はよく頑張ってきたなとは思いましたよね。頑張ってきたなと思うし、やっぱり自分が信じてたものが間違ってはなかったんだなっていうのがちらっと見えたのはすごく幸せな瞬間だったなと思いますね、うん、出身地はね、僕福井なんですけど、日本海が冬はどんよりしてて、まあ、鉛色の空で、そういうのに対する反発っていうと変ですけど、やっぱ色のない、あんまり色のない世界っていうか、まあ、自然の色はありましたけど、で東京出てきてやっぱりこんだけの色に囲まれたからこそこの色に反応できたのかなっていう気はするんで、帰りたいかって言われると微妙だなっていう気がしますけど、けどもうちょっと年取ったら帰ってもいいかなっていう気はしますね。この絵のつか、この柄の元になってるのがスカートだったから、それがまた洋服になって一周してるっていうのがすごい面白いなと思って、これをもう一回描いたらどうなるんだろうなとかすごい思います、ね、うん、でもいわゆる僕のイメージのしましまじゃないから、僕でも着れるなっていうのはありますね。恥ずかしくてなかなか着れないっていうか、これは着れそう、本当にあったかいし。僕大学で働いてた頃に大掃除かなんかの日で、一日学生たちとワイワイ掃除をしてて、
って休憩してる時にその子のスカートが急に目に入ってきた。ずっと一日一緒にいたのに、それまでは全くそのスカートのこと目に入ってなかったんだけど、ふっと目に入ってきた瞬間、あ、もうこれを描けばいいんだと思えたっていうか、なんかすごい覚えてるけど、その子がトップス何着てたかとか全然覚えてないです。もうそのスカートを見たっていうことしか覚えてないです。12年前とかですかね。それが今こんなバーニーになっちゃったりして、不思議な感じです。